男性が好きな女性なのにもかかわらず別れたいと思ってしまうのにはこんな理由があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性が好きな女性なのにもかかわらずこの関係そろそろ終わりにしたいな、残念だけど彼女とはこれ以上付き合えない、そう思ってしまうのにはいくつかの理由がある。今日はその代表的な理由を6つほどご紹介をしていこうと思います。逆に彼女とはこの先もずっと一緒にいたいな、そう思う時にどんな態度や行動を見せるかという話はね、先日こんな動画でご紹介を差し上げたので、こちらをご覧になっていただくといいと思います。こちらに画像があってこちらにリンク先が出てます。だからここでね言ってるような態度とちょっと違う態度になってきて、あれこの人ちょっと冷めてるんちゃうかな、それは一体なぜだ、好きだっていうふうにね、好意を伝えてくれているし、愛されていないわけじゃないよねっていうこともあなたも感じているんだけど、どうやら彼は何か別れたいと思っているようだ、何なのかなという時に、考えていただく理由としてはね、こういうものが挙げられるんじゃないですかというそんなお話です。もちろんここでご紹介させていただけるお話あくまで代表的なものなのでね、個別具体的に見ていくと当てはまるケース当てはまらないケースあると思います。なので個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただければ、あなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたりとか、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄説明欄にリンクが出ていますので、そちらの方からねホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらの方からホームページに飛んでいただいてご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近々の日程が大変混み合っていますので、少し先の予定をね余裕を持ってお申し込みいただくとご希望の日時取りやすくなっています。ということで今日は男性が好きなのに別れたい、そう思う理由は一体何なんだというね、こうなんだというお話をしていきたいと思います。6つです。そのうちの1つ目はこちらです。はい、これは男性女性関係ないといえば関係ないですね。どちらもそうです。愛されている実感がなくなるともうちょっと気持ち冷めてきたなっていう風になっちゃいますよね。これはあなたもね、彼のために力を尽くして彼のことを好きだなと思ってそして愛しているということを伝えても、それが彼から一向に返ってこない、自分自身が愛されている感じがしない、なんだこりゃっていうふうになっちゃいますよね。のれんに腕押しでなんか全然ね、押しても押しても何も反応ないし、どうなんだ、もうちょっとこの先って無理なんかなっていうふうに思って、じゃあちょっと他行こうかな、彼との関係やめにしようかなっていうふうに、それは思うでしょうと。それは男性も同じ話で、彼があなたに対して積極的にアプローチをしたりとか、彼が積極的にねあなたに対して愛情表現をしているにもかかわらず、あなたの方からそれが返ってこない、なんかね彼にしてみると、いやこれ以上ちょっと返してこない、彼女がね返してきてくれないんだったら、ちょっと俺も疲れるし、もう無理かっていうふうに、それは諦めちゃうこともありますよねという話。もちろんね、お付き合いが深まっていってで、そこそこねお互いのことを理解し合えているから、なんとなくね言わずとも分かっているかなとか、なんとなく関係うまくいってるかなと思っていても、微妙なところですれ違いって起こってくるんでね、だからそのあたりコミュニケーションの齟齬、つまりすれ違いだから、しっかりそこを埋めていくことができるならば、彼がねあなたのことを愛して、そしてあなたもそれをね、彼に愛し返す、そして彼がそれを実感することができる、それは逆の場合も、今言ったように同じ話で、あなたに対して彼はね愛してくれてるんだ、あなたの愛をしっかり返してるんだということをあなたも実感できれば、その関係ってねなかなか切ろうかなっていうふうに思うことってないと思うんですよね。同じように男性もそれができていれば、またそういう扱いを自分が受けているならば、あえてそういうふうに思うことはない。だからそういうね愛されている実感がないぞっていうふうに彼が感じてしまっていれば、それは自分がいくら好きでもね、お相手のこともあるし、お相手がそう思ってくれないんだったら、残念だよね、残念だけどねっていうふうに、なってしまうのは仕方ないので、今申し上げたようにコミュニケーションのね齟齬ということで埋めていくことはできなくはないんでね、ちゃんと話し合って、いや私ちゃんとあなたのこと好きよ、私のことちゃんとね、見てくれてる、あなたのことを私もちゃんと見ているよっていうふうに、やり取りできるんであれば、そうすることによって、彼のね別れたいなっていう気持ちっていうのは、
なくなっていくというふうに考えていただいてもいいのではないでしょうか。そして2番目はこちらです。はい、これはもうね、男と女関係ないっちゃ関係ないですよね。より好きな人ができてしまった。あなたのことは好きなんですよ。あなたのことは大切に思っているし、あなたとの関係も続けたいなと思っていた。しかしながら、こっちにね、もっと好きな人が現れてしまったっていうことであれば、まあ、これはもうね、ちょっと止めようがないっちゃ止めようがないですよね。これはね、今言ったように、あなたも逆の立場で、彼のことは大事だし、彼以上好きな人が現れるわけはないとかね、もうこの人と一緒に添い遂げるんだというふうに思っていたにもかかわらず、こっち側からさ、もっとね、あなたが好きになるような人、あなたが大切に思えるような人が現れてしまったら、それは気持ち止めようがないから、じゃあちょっと終わりにしたろうかなっていうふうに思ってしまうことってあると思うんですよね。まあ、それが例えば家計をね、もう完全に共にしているご夫婦の関係であるならば、また子供がいるとかね、何かしらストッパーになるものがある、ブレーキになるものがあるんであれば、まあどっか止まることはあるとは思うんですけど、まあそうじゃなければね、ちょっとまあしょうがないよねっていうしか言いようがない。これはだから男も女も共にね、同じリスクはお互いに同じようにあるわけで、これは彼ばかりを責められないし、あなたもね、同じような場面に遭遇することがあるということで、しゃあないよねというしか言いようがないと。ただまあね、今言ったように、これはお互いがね、家計を共にしているような配偶者の関係であるならば、まあ、止められることもあるし、そういう意味でね、止まりながらも気持ちが動いてしまうことっていうのは、それは例えば既婚男性でもね、他の女性を好きになってしまうことっていうのは感情的にはありますよ。ただ今、結婚してるからっていうことでね、ブレーキかかることはかかるんで、こちらに画像があって、こちらにリンク先もありますよねという話、こちらを見ていただきながら、ただそういうブレーキかけるものは何もない場合っていうのは、まあ、自由だし、まあ、人生一度きりですからね、本当にこう自分にとって大切だなとか、まあ、本当に自分がね、愛したいなと思う人と一緒になればいいだけの話なんで、まあ残念だけどしょうがないよねと、しか言いようがない、そんなお話でした。さあ、そして3番目です。はい、もうこれはやむを得ない事情、社会的な立場、によって、そうせざるを得ないような環境に身を置かれてしまうことはこれもある。別にあなたのことは大好きなんですよ。あなたとは離れたくない。しかし例えばね、彼がまあ10年ぐらい海外に行かなきゃいけない話になりましたと。であなたとしては結婚誰かとしたいなと思ってる時に、ね、彼が海外行っちゃうって言われたら、まあ、ちょっと困るよねって話じゃないですか。で彼としても、ね、あなたのことは好きだけど、ね、じゃあ10年待たせられるかって言ったらそういうわけにもいかないし、まあ、ちょっとやむを得ないよねっていうふうに、まあ、お別れを選択することっていうのはあるでしょう。まあ、例えば、まあ、家柄の問題があるのかもしれないし、まあ、社会的な立場の違いがあるのかもしれないし、まあ、一体にね、まあ、超遠距離になってしまうとか、まあ、どちらかがね、本当にこう病気になってしまって、ちょっとそこまで背負えないなっていうふうに考えてしまうことも場合によってはね、あるかもしれない。いろんな事情がみんなある。生きてたらね、必ず何かあるんですよね。その何かが時にやっぱりこう男女の関係を引き裂いてしまうことってのは、これはしょうがないですよね。これはね、2番目の話と同じように、彼にそういうことが起こるのと同じように、あなたにもそういうことが起こることがあるわけで、好きだ嫌いだでね、なんとかなればいいんでしょうけど、ね、大人の世界はそうじゃないことは多分あなたもよく分かってる話でね、そういう意味であなたのことが好きでも大切に思っていても、そうせざるを得ない状況っていうのは来た場合にはしょうがないよねと。だからそれはまあ彼がね、ちゃんとそれをあなたに説明をしてくれて、まあ受け入れがたいかもしれないけど、もうやむを得ないなっていうことなのであれば、まあ、それは受け入れてあげるしかないし、まああんまりそこでごねごねやるよりは、お互い綺麗にね、またご縁があればねっていうふうに終わりにした方がいいんじゃないでしょうかという話です。さあ、そして4番目です。はい、まあ、これはおじさんあるあるですね。どっちかというとね、自分の世界の方が大事というケースですね。あなたのことは好きですよ。あなたのことも大切にしたいし、一緒の時間も過ごしたいなと思うんだけど、まあでもやっぱり自分の世界の方が大事だよね。今までずっと独身でいて、今までずっと好き勝手なことをやっていて、そしてあなたとお付き合いをしました。まあこれはこれで楽しいんだけど、やっぱり一人の時の方が楽しかったなっていうふうに、まあ、思ってしまうことってさ、これはね、もうおじさんあるあるでね、まあ特に40代ぐらいまでこうね、見込んでいるとか、あとはまあね、一回ご結婚されていても
別れてから独り身になった時間がすごく長くて、まあ、一人の生活がねもう完全に習慣として成り立ってしまっていると、まあ、それが結構楽しかったりするんでね。でまあ時々ねこう、まあ、素敵な女性に会って、あ好きだなとか一緒にいたいなと思ったりもするんだけど、結局それはそれでね楽しいんだけど、やっぱり一人の方が楽だというね、よくわかんない世界に帰っていってしまって、彼女が嫌いなんじゃないんです。あなたとお付き合いしたくないわけじゃないんです。ただ一人の方がもっと好きっていうね、まあ、そういう自己中なおじさんっていたりするんで、だこれもまあちょっと止められないというか、とまあしょうがないといえばしょうがないんだけど、あらかじめね、ただその辺ね、まあ一人の方がもっと好きなおじさんをある程度こう尊重してあげて、まあ、その中でうまい具合にあなたが距離感を保ちながら、まあ、お付き合いすることができればね、まあ、それはうまくお付き合いすることもできるのかなとは思いますけどね。こういうまあ、おじさんを落とすときにはこういうねことをやっていただくといいんじゃないでしょうか、なんていうお話はね、前に差し上げてるんで、こちらを参照していただくといいと思います。こちらの画像があって、こちらにリンク先があります。だからまあここでもね言ってるんですけど、あなたのことが嫌いなんじゃなくて、一人の方が楽しい、あなたといる時間が苦痛なんじゃないんです、楽しいんです。でも一人で好き勝手にしね、まあもらえる給料は全部自分の小遣い、自分のやりたいことは全部やる、休みの日は全部自分の自由の時間、いやそっちの方がよっぽど楽しいなというふうに、まあ、思うことはあるので、あなたが嫌いなんじゃなくてそっちが好きっていうだけのお話でした。さあそして、5番目ですね。はい、まあ、これは男女ともにですね、譲れないマイナス要素がある場合に関してはいくら好きでもこればっかりは我慢ならないっていうことはあると思うですよね。それは人によって、世の中的にいいとか悪いとかではなくて、その人の世界の中でそれが許せるか許せないかっていう問題あると思うんですよね。例えば信仰上の問題でね、やっぱりこういう考え方を持ってる人とは好きだけどお付き合いできないとか、まあ、例えば何かね、まあ、熱烈なこう政治信条をお持ちの方で、まあそういうね考えと相入れない人とはお付き合いできないっていうふうに考える人もいるかもしれない。例えばね、まあそうね、一戸建てがいいって思う人とマンションがいいっていう人でね、まあ、そこはもう絶対に譲れない、じゃあもう一緒に住めないよねっていう話になるかもしれないし、まあカレーにねソースをかけることは許せるとか許せないっていうことで、まあ、喧嘩になる場合もあるかもしれないし、納豆をね、練ってから醤油を入れるか醤油を入れてから練るかっていうことがね、もうこれはもう絶対譲れないんだ、いや私も絶対譲れないみたいなことで、好きだけどこれが譲れないからダメなんだっていうことは、まあこれもねしょうがないです、ありますよ。これはもうだから、お互いが好きとか嫌いとか人間的にいいとか悪いとか社会的にね悪とか正義っていう話じゃなくて、その人の世界の中でどうしてもこればっかりは譲れないよねっていうことはあったりもするから、まあ、このあたりはね、他の部分で埋められればいいんでしょうけど、まあ、一方がそこが固くなりになってしまうと、まあ、どうしようもないし、まあ、そればっかりはだからちょっと残念ながら、ね、まあ、いくら好きでいてくれたとしても、またあなたが彼を好きでいたとしても、まあ、残念ながら合わないっていうね話になるのかなと思います。ただこのあたりのこだわりってさ、やっぱり時とともに変わっていく場合もあるし、まあ状況環境とかね、周囲の人との出会いによって考え方も変わっていったりとか、新しい価値観が生み出されることもあるから、今はそれが許せないということで関係がね一時的に終わってしまうことあるかもしれないけど、まあ時間経ってね、状況環境変わって考え方変わってご縁があればね、また結ばれることもあったりするから、まああんまりこれはまあ悲観する必要もないというか、まあそもそも合わないっていうだけの話なんでね、また会うようになったら結ばれるよねというふうに考えていただくといいのではないでしょうか。さあそして、最後6番目こちらですね。はい、まあ身も蓋もない話ですが、1番目から5番目の話は結局こういう話になるんですね。言うほど好きじゃないというね、いや好きなんですよ、好き、あなたのことは好きだし大切に思っている、しかし彼が思っている好きとあなたが期待している好きが違うケースってあったりするし、その温度差がねある場合ってあるじゃないですか。だからあなたはねもう熱烈に彼に愛されたい、そして、彼と、まあ、一生涯を共にしたいぐらい思っていたりするかもしれない。しかし、まあ、彼もねあなたのこと好きなんですよ、好きなんだけど、いや別に一生涯を共にするとかそこまで好きかというとちょっとまだそれよくわからないし、それを期待されるんだったら、あ俺無理だわ、いや好きだけどねっていうことはあり得る。それはあなたも
男性に対して、すごく一緒にいて楽しいし、まあ、お付き合いできたらいいな、まあ、お付き合いしたいな、あ、お付き合いしました、すごく優しいし一緒にいて楽しいし、まあ、お互いに、ね、こう愛し愛されている感じがするような、だけど彼と一生涯一緒にいたいかというと、まあ、残念ながらちょっと私それはないんだよねっていう人っていると思うんですよね。そういうこともね、だからそういう時に、まあ、ちょっと彼にそこまで期待されるんだったら私はちょっとそれは無理かなということで、さようならっていうのは、まあ、これは男女ともにある。だからその言うほど好きじゃないって、まあ好きは好きなんだけど、彼が言ってる好きがあなたが期待するほどの好きじゃないケースっていうのはそれはありますよね。まあ今言ったように逆のケースでね、彼が期待する好きがね、あなたが思ってる好きほど好きじゃないっていうこともあったりするから、まあそのあたりはまあしょうがないし、まああとはだから埋めて、これもねコミュニケーションで埋めていきながら少し時間をかけて、まあ今好きじゃないんだとしても、まああなたの期待値を下げていって彼のね好きを上げていくような、コミュニケーションを取っていくか、またその逆をねやっていくかということで、関係改善していければいいんだけど、まあそうじゃなければ、まあ、どっかのタイミングで、終わりになってしまうし、ただこれはあなたが女性としての魅力がねどうだとか、まあ人としてねどうなのかとか、そういう話とは全く関係なく、あくまでもその好きの度合いが違うので、まあ一緒にやっていくのはちょっと難しいよねっていうだけの話なので、まあそこはまああまり重く考えずに受け止めていただくといいのではないでしょうか。ということで、全6項目ご紹介差し上げています。まあ繰り返し申し上げているように、これ男性に限った話じゃなくてね、まあ一部ちょっと違うところもありますけど、女性もね大概同じような理由で、好きだけどやっぱり無理だなっていうふうに思ってしまうことは、これはもうねどうしようもないっちゃどうしようもないんですよね。ただ、何度かこれもね途中で言ってるように、ある程度ねコミュニケーションで埋めていくことができることはあるので、まあそこはね頑張ってコミュニケーションで埋めていくことができるんだったらコミュニケーションで埋めていけばよく、万が一ねそれでお別れになったとしても、あなたのことが嫌いだからとか、あなたを女性としてね、全くこうマイナス評価をしているとか、まあ、そういうことではなくて、まあ、状況環境とかね、いろんな要素、彼の立ち位置によってね、彼のその気持ちの度合いによって、まあ、お別れっていう選択をしたいなというふうに思っているだけの話だから、まあ、あなた自身がそれによって何か自分をねマイナスに評価をしたりとか、まあ、自分を責めたりする必要は全くなく、まあ、残念ながら合わなかったよねということで、まあ、その瞬間はね落ち込むとは思いますが、まあ、そんなにね、落ち込むことなく、まあ、そういうもんかということでどっかでねこう吹っ切っていただくと、また次ね新しい出会いご縁をまあ、見つけることができるかもしれないし、またね状況環境変わって、彼とまた違う形でね関わり持ちながら、そこで新しい、愛情をね芽生えさせていくことっていうのも考えることができると思うので、参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。